私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐櫻井翔、ドラマ共演者を忘れて爆笑を有吉弘行、本当に忘れちゃうんですよ、干からびちゃって。同作で櫻井は新人の男性保育士を演じていたが、日高は当時小学校2年生くらいで保育園子役を務めていたとのこと。約20年ぶりの再会に櫻井は、嬉しい、嬉しい、と連発。一方、有吉が日高に、よくしてもらった?と聞くと櫻井にリナゾーと呼ばれていたとの、こと。このワードを聞いた櫻井は、また困ったように苦笑い。みちょぱに、覚えてないんですか?と責められ日高からショックですと言われた櫻井は、リナジーとか、リナ、と記憶を、手繰り寄せるのに必死に。田中が、いやいや、本人が、リナゾー、と、言ってるんだから。と櫻井の言い訳にツッコミを入れていたが櫻井はお構いなしでめっちゃ嬉しい。こんな大きくなるとは、リナゾーが、と、感慨深そうにしていた。その後も、トークの合間にさりげなく日高を、リナゾー、と呼び、出演者全員からツッコまれていた櫻井。この様子にネット上からは、リナゾーを覚えてなくて、本気で焦る姿面白かった、覚えてなくても、成長を見られて嬉しいよね、必死に思い出そうとして、リナジーのニアミスしてたのは笑った、という声が集まっていた。この日、声優の日高は番組初出演。櫻井は、改めて、どんな作品に出てるんですか?などと話を振っていたが日高から、実は櫻井さんとは共演がありましてと明かされて気まずそうな表情に、罰が悪そうにソファーに座り直したりなどの仕草を見せ、タレントの道をパラ準レギュラー出演者たちが、あっつ、ちょっとこれはダメだ。と共演を忘れていると、さっち、アンガールズ田中隆も、ちょっとまずいよね、とヤジを飛ばし、有吉も、本当忘れるよ、櫻井くん、ドライだから、といじりまくっていた。一方、櫻井は何食わぬ顔で、共演したのは、生田スタジオで、と、作品名ではなくスタジオの名前を出して、なんとか乗り切ろうとしてたが、生田か緑山しかない、と、さらにヤジが飛ぶことに。実は、日高と共演したのは2003年に放送された櫻井初主演ドラマ、良い子の味方から新米保育士物語から。それが明かされると、櫻井は、嘘。と飛び上がって驚いていた。嵐櫻井翔とお笑いタレントの有吉弘行がマックを務めるトークバラエティ番組、櫻井、有吉ザ夜会。9月15日放送は、ゲストに女優の松岡茉優。タレントの朝日奈央、桃色クローバー Z 桃田夏彩子、声優日高里奈が登場した。4人は高校の同級生で当時から続く仲良しグループとのことで、8月に結婚を発表した朝日にサプライズで企画を行った。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。